トランプ大統領は救世主だと思います。夕刊フジザクザク、2019年6月22日トランプ氏に追い詰められ窮地の習近平&ジョンウン、弱音発言連発、指揮者中身なし、何のためかよくわからない会談。きんぴらさんは香港の話題そらしのために北朝鮮に行ったという記事がございました。動画にもしました。中国共産党と北朝鮮はお友達というよりレッドチーム、劇団マルクソって感じがすんねんけど、金正恩が習近平に会いに行った時、二人で見つめ合って手を握ってるお写真がございましたが、こいつら写真撮るために会うてんのって感じのことやってますよね。チームプロレタリアート、うちら仲良しやでってやってる。で、かたや安倍首相とトランプ大統領もうちら仲良しやでってやってるから、もうこれやらなあかんねんなって。安倍首相とトランプ大統領はチームブルジョワジー。記事によりますと、中朝両国の窮状が明らかになった。中国と北朝鮮の窮状、困り果ててること。中国の習近平国家主席は20日、北朝鮮平壌を初めて公式訪問し、金正恩と会談した。当初、対米強硬路線で盟約を結ぶとの見方もあったが、約束をするとの見方もあったが、中国は米中新冷戦で経済的、政治的に追い込まれている上、北朝鮮も国際的経済制裁で窮地にある。大丈夫。キム・ジョンウン丸々太ってる。大丈夫。中朝の両首脳からは、来週末に迫った大阪での G20 首脳会合を見据えて、ドナルド・トランプアメリカ大統領を意識した弱音遠吠えとも思える発言が漏れてきた。習近平さんが次のように言いました。中国は北朝鮮の安全保障と発展に関する懸念を解決するため、力の及ぶ限り援助を提供したい。朝米対話の継続と成果を国際社会が望んでいる。で、金正恩は、朝鮮半島の緊張緩和のために積極的な措置を取ってきたが、関係国、アメリカから前向きな反応を得られなかった。我々は忍耐心を保ち、関係国も我々に歩み寄ることを望む。ねえ、中国国営中央テレビは20日、中朝両首脳のこんな会話を報じたという。習近平も、金正恩も、トランプ大統領を強く意識していることがわかる。もうなんか、惨めやな、レッドチーム。よかった、チームブルジョアジーで。反米保守はあかんよ。アメリカと仲良してアメリカと一緒に歩んだ方がお得やわ。で、習近平の訪朝は2012年の総書記就任後初めて。中国国家主席総書記の訪朝は2005年の胡錦涛以来14年ぶり。この日、習近平と彭麗媛っていう夫人を乗せた、嫁さんを乗せた専用機が平壌国際空港に到着すると、キム・ジョンウンと嫁のリ・ソルジュがタラップの下で出迎え握手を交わした。約1万人の市民が詰めかけて歓迎式典が行われ、血で固めた朝中人民の友情団結万歳などのスローガンが掲げられた。いつの時代やね。万歳は万世って読むべきでしたね。中国語では万世やけどな。血の勇気と呼ばれた中朝の同盟関係を誇示したが、冒頭の会話を聞くまでもなく、隠れた主役はやはりトランプ大統領だった。中国はトランプ政権による共産党独裁国家による覇権阻止という断固たる姿勢に追い込まれつつある。共産党、共産主義ってマジヤバだから、今本気で潰しておかないと全人類がえらい目に遭っちゃうのよね。共産主義っていいものかもしれないって思い込んでいるおバカちゃんもまだまだいると思います。年寄りとか洗脳されてしもてるからね、せっせと共産党に入れるんでしょ。中国共産党と日本共産党は同じ組織です。コミンテルンって言われる国際共産党の一支部同士、仲悪いとか言ってるけど、根底はマルクソ。
と称して暴力は当たり前と考えてるやつらやで。常に混乱と破壊を目的としてて、人々の心に不平不満を植え付けて立ち上がらせようとする。集まってやいのやいの言うてその場を破壊していくねん。やつらがやってるのは洗脳、オルグ仲間に引き入れて利間工作、仲違いさせて喧嘩させる。ブログ、ツイッター、YouTube やってきてですね、インターネット上にあっちこっちに石化工作員がいるって確信しています。石化とは思想を赤く染めること、共産主義に変えること、革命させようとすること。で、北朝鮮系の基地思想に染められてるやつは敵の懐に飛び込めっていう感じでいきなりピチョって来よるから、あ、こいつそうなんかなと思った時はニコニコしながらちょっと嫌なこととか聞かせてみるテスト、もう四六時中やっててんけど、で、だんだん焦ってきて私が仲良くしている人との仲を引き裂こうとしてくんねんね。あ、やっぱりこいつそうなんやと思ってちょっと心不安にさせてやろう。私は罹患工作をしてきた瞬間劣化のごとく怒ってみるとか、まあ何しかマインドを刺激して不安にさせてみるとか、私は頭と口を使うようにしてきたんですけどね。まあ大概人の心の中に土足で入ってきよるから意地悪なおもてなしを楽しんできたんですけどね。厳密に言って工作員かどうかわかんないですけど、まあ何しか政治的に無理気持ち悪いっていう人はさっさと排除させていただきますって感じで生きてきました。記事戻りましょう。トランプ政権は5月対中制裁関税第4弾として中国からのほぼ全ての輸入品に高関税を課す準備を開始した。中国通信機器大手ファーウェイへの禁輸も決め、輸入禁止も決めて同盟国に賛同を求めている。加えてアメリカ国防省は1日インド太平洋戦略という報告書でアメリカがインド太平洋地域で新たに関係を強化すべき4カ国としてシンガポール、台湾、ニュージーランド、モンゴルの名前を挙げたのだ。台湾入ってるよ。中国共産党が乗っ取ろうとしている台湾。習近平政権の台湾統一という野望を阻止する姿勢を世界に宣言したと言える。頼もしいね、トランプ大統領。台湾は東南シナ海のシーレーン防衛の要石でもあり、中国による同海域の軍事的覇権も食い止める覚悟と言えそうだ。アメリカの強い姿勢に後押しされたのか、香港では中国本土への容疑者引き渡しを可能にする逃亡犯条例改正問題に反対する学生、市民らの大規模デモが拡大した。12日には警官隊が強権制圧に乗り出したが、自由、民主、法の支配を求める学生、市民らの声は高まり、16日夜の大規模デモは過去最大の200万人近くに膨れ上がった。外資の香港脱出も指摘され、習近平政権の強権制圧は失敗した。結局、香港のデモ、一番悪いのは、香港のトップ。林って書くおばちゃん、となりましたので、いずれ、あのおばちゃんは自己批判、痛々ボコボコンになるんじゃないでしょうか。ねえ、北朝鮮も、アメリカ主導の経済制裁で危機的状況にある。キム・ジョンウンは今年2月、ベトナムの首都ハノイで、トランプ大統領と2度目の米朝首脳会談に臨んだが、物別れに終わった。だって非核化してないんだもん。最大限にまで強まった国際社会の制裁によって、外資不足は深刻との報道もある。農業資材も輸入できず、1990年代の食糧危機が再来しかねない現状だ。中国やロシアは食糧支援してるよね。ちゃうかったっけ。で、中朝両首脳は、習近平とキム・ジョンウンは、今月、蜜月ぶりをアピールしているが、根深い相互不信が横たわる。これやっぱり、操り人形みたいに動かされてるん違うの？習近平は、中国との国境近くで核実験を繰り返す、キム・ジョンウンに激怒したといい、
2017年には北朝鮮に対する事実上の経済封鎖ともいえる国連安全保障理事会の制裁決議に賛成した。一方、北朝鮮が核ミサイル開発を強行した背景にも中国への不信感がある。世襲による権力継承に批判的だった中国に、金正恩は強い警戒感を抱いていた。父の金正日も、中国を信用するな、という遺訓を残したとされる。先の二度目の米朝首脳会談後、金正恩は特別列車で中国国内を通過しながら、北京には立ち寄らなかった。今回の首脳会談では、独裁国家同士の中国と北朝鮮が対米強硬路線で盟約を交わす可能性も指摘されていた。だが、圧倒的な経済力と軍事力を持つアメリカのトランプ政権を相手に過激な発言は目立たなかった。だってもうこれ以上悪態つくととんでもないことになりそうやもんね。結局崖っぷちにある両首脳が国内外向けに上辺だけの友好親善をアピールしただけではないのか。やって、まあ、実際そうやと思う。でもやっぱり習近平としては、香港の四川そらしのために北朝鮮に行ってみたって感じなんやろな。記事はまだ続いてて、評論家の方にインタビューなさっていますので、ご興味があれば見に行ってください。やはりアメリカの大統領がヒラリー・クリントンではなく、トランプ大統領になったことでですね、いろんな筋書きが変わったんじゃないでしょうか。シーム、ブルジョアジーが強くなれる時が来たんだと思います。中国も改革開放で、白猫黒猫論。鄧小平の言葉として、白い猫であれ、黒い猫であれ、ネズミを取るのが良い猫である、というのがあって、どんどん金儲け主義になっていきましたよね。中国も丸々太って潰しがいがあるっていうことなんでしょうね。知らんけど、今後楽しい展開があるんじゃないかなと思っています。同情は禁物よ。